はい、どうもご視聴ありがとうございます。スライム娘は強くなりたいということでですね、スライム娘を育てていこうというゲームとなっております。クリックヒアということで、じゃあやっていきましょう。ハートアイでできたスライム、ぐちゅぐちゅぐちゅと、あ、できた。君だけのスライムが誕生したようだ、名前をつけてあげようということで、じゃあ元子って名前にしようか。元子ちゃんね、はい、よろしく。画面右に表示されているボタンを押してスライムを強くしてあげよう。各ボタンの効果がわからないときは左下のヒントを押してねって、これか。はいはいはい。どういうこと？ようわからん。スキルマスで今あるのがこれ何？これ特に関係ないのかな。ハートが HP アップ、あ、 SP アップか。 SP アップ、攻撃アップ、防御アップ、素早さアップ、行動回復、スキル入手と、まあいろいろあると。形状変化が気になるな。でどうなっていくの？これスキルツリーみたいな感じだよね。幼年期、じゃあ育てていきましょう。50、数字、時間じゃないの？ということで、じゃあこれ取ったらいいんだよね、多分。取って SP50 で数字が1個減ったと。じゃあ、形状変化、ちょっと見た目変えたいな。どんなになるの？おー、なるほど。どうした？その姿は。もう一回変化する？ちょっとこれ見た目僕好みじゃないな。形状変化しようか。このキラキラしてるの。で、形状変化したら、攻撃重視になってる。スキルマップも変わるのかな？じゃあちょっともう一回。あ、やっぱりそうなんだ。HP 重視。あ、君の好きな見た目に変えてね、と。じゃあこの特性スキル取ってみる？ HP プラス100。あ、得意分野だから余計に能力上がりやすいみたいな、そんな感じか。HP プラス100。もう一個取っとこうか。じゃあせっかくだし。あとこれも取る。これスキルかな？これが、行動回復か。行動回復、行動回復、よくわからん。行動までの時間が早くなるみたいな感じ。そうか、取ってもいいけどな。じゃあせっかくだし1個取っとこうか。取って、行動力が2回復。あ、これか。じゃあそれはめちゃくちゃ取った方がいいね。 HP 重視、お、なかなかな。ゴーレムっぽい感じになったのね。じゃあこれで防御重視か。じゃあ防御取れるところ取っといて、防御取れるとこ取って、スキルも取りたいな。じゃあせっかくだし、あ、行動回復は取った方がいい。行動回復、何を覚えよう。毒、侵食、取っておき。はあ、どれが強いの？丸って書いてあるから、じゃあ侵食にしようか。 SP が50回復するのね。で防御上げて、また変身。次はどうなる？あー、盗賊っぽい感じになるのか。これは素早さが速いのね。素早さ重視、素早さ重視で取って、じゃあ魅了、身代わり、ポカポカ、うんー、全部罰だね。で魅了できるようにしようか、可愛いからね。で行動力2回復して、じゃあまた変身。次はどうなる？あ、またゴーレムになった。ここら辺ランダムなのかな。どうしようか。まあスキル取りながら、大ぐらい、大食い、大食い、 HP50 回復、こういうスキルばっか覚えるね、ゴーレムの時は。大食い取って、行動力回復しながらまた変身だ。でまた盗賊か。だいたい見た目はもう全部見た感じかな。じゃあスキル取りながら、ちぎる、ポカポカ、ちぎる、ちぎる、身代わり、まあ身代わり便利だからね、ポケモン的に言うとだけど。でもう一個取ってみる、スキル。震える、プルプル、僕は怖いスライムじゃないよ、うん、悪いスライムじゃないよ。ビート値の半分ダメージ増加。ビート値は知らないけど、まあいいや、行こう行こう。変身して、お、新しい甘じょっこ、これいいな。攻撃重視なの？攻撃重視なんか剣持ってる子もいたけど、こっちの方がいいな。じゃあ攻撃大量取ろう、取りやすいところにたくさんあるし。で、いや、もうこの見た目でゴールでもいいかもな。この見た目がいいな俺。発狂、発狂か、いいね。発狂、取り込むもちょっと欲しかったな。あ、取り込むあった。与えたダメージの半分回復で、あとはもう変身したくないな俺、これでいいや、このまま行くよ俺。もうなんかそれらしいのを取ってゴール。育成終了だ。君のスライム娘は強くなったぞ。さあ他のユーザーと戦って力試してみようと。もっと強くなりたかったら育成し直すこともできるぞ。あ、そういう感じなんだ。何かと戦うわけじゃなくって、レベル1なのは何か意味あんのかな。じゃあこれでどうしたらいいんだ。これでタイトル戻ったらいいのかな。あ、なるほど、戦うができるのね。戦う、
お、スライム娘 VS スライム娘で、戦闘は完全オートバトルだ。自分が育てた娘を見守ろう。それでも心配な場合は大声で応援しよう。真剣に見つめればあなたにもなんと声がかけするべきか見えてくるはずと。あ、これランダムなんだ。じゃあ変なスキルたくさん持たない方がいいってこと？ビートカウンター、まあいいや、やってみるか。ひどい、ひどいことされた。え、強すぎじゃない？俺がなんか悪いのか。わあ、すごいいいな、相手の見た目いいな。攻撃、攻撃、ああ、いろいろやってる。さっきのやつ何なの？声がけ、声がけは知らないけど、あ、アタック、いや違う、何もできない。頑張れ頑張れ、やった、勝った。さっきのやつ何だったの？殺意がすごかったけど。ああ、剣持ってるタイプね。アタックして、可愛いの渋滞起きてるよ。もはや説明不能。ボディービル大会みたいな。あ、でも私のやっぱ元子強いじゃん。最初のやつだけすごい強かった。ちょっとリベンジしたいな、あいつに。俺よりも強いやつに会いに行きたい。あー、違う、こいつは倒したやつだ。同じやつではないか。体力バカ高いぞ。あ、こいつ強い。なんか育て方がまず違う気がする。努力値振ってるポケモンと振ってないポケモンぐらいのなんかもう違いがある。お前はスキル少ないな。スキル少ないけど強いな、こいつ。最初当たったやつと一緒？名前見てなかったけど、スラリン、スーラ。この見た目が強いのか、この見た目がトップメタなのか。なんか強いな、この見た目。何が高いんだ、こいつの能力。嫌な気持ちになるぜ。またスライチ、兄弟がたくさんいる。いまいちシステム分かりきってないけど、なんかいっぱいスキルあってもしょうがないのかな。連打しても意味ある？連打しても意味ないよな、多分。ビートに合わせて。ああ、ボロ負けした。スキルが多すぎるのがなんか範囲な気がする。よくない気はしてる。スキルがこんなにいらないかな。あ、勝ったんだ。スキルがこんなあってもしょうがない。強い。スピードか。ちょっと一回育て直そう。もっと強くなろう。初期スライムに戻す必要がある。リセットすると現在のパラメータに現在のパラメータの一部がボーナスポイントとして付与されるぞと。何度も育成して少しずつ強くなっていく。あいつら転生組かよ。許せねえ、許せなさすぎる。こんなにいらないな、スキル。絶対スキルはもうちょっと絞ろう。何が強いんだ。スキル甘えるを入手ね。何が強いんだろう。甘えるはいらないスキルだった。あ、レベル2になってる。これたくさんやってた方がいいのかな。じゃあ変化ボーナスで SP も増えるんだ。こういう取りやすいの取って変身していくのがいいかな。やっぱ基礎ステータスだよね。あ、キツネッコちゃん、素早さ重視のね。スキルはいらないかな。あ、でもスキル取んなきゃな。あ、覚えないってこともできるのか一応。あ、ランダムでパラメータショーアップね。強そうな スキル。与えたダメージの半分 HP 回復強いかな。じゃあ取り込むしといて。また素早さ重視か。こうだな。行動回数増やしつつ、また素早さ重視。素早さガンガン上げていくか。じゃあこうかな。あ、防御重視、こいつ強かったんだよな。防御重視で取れるのたくさん取って、また防御重視か。あー、この子になっちゃったか。なんか素早さと防御が高いと思ったけど、ステータス見るとそうでもねえな。なんか変なバランスになってるわ。じゃあ防御たくさん取ってがっちり固めよう。がっちり固めて、スキル最後
あ、攻撃防御素早さで一番高いパラメータを攻撃力にして攻撃。とっておき強いね。 SP はよう使うけど。この3つでなんかいまいちまだよく分かってないけど、よし、じゃあ戦っていこう。スライム娘は強くなった？出たな。うちは防御特化だよ。よし、勝った。強いのかな。まず1勝目。3回負けたら君クビね。じゃあ進化しよう。あー、なんかそんなに強くないか。なんか防御力も別に特筆して高いわけじゃないしな。あ、かわいい。あ、でも、うん、耐えてるっちゃ耐えてる。相手の攻撃力次第だな、これは。相手の攻撃力高いと防御ごと跳ね飛ばせられるけど、跳ね飛ばされるけど。あー、こいつ強い。見た目一緒だから同じやつだと思ったのに。あと1回負けたら終わりだよ君。魔女っ子。でも相手スキル全然持ってないじゃん。スキルとは何なのか。スキル使うとこまでいけてないじゃん全然。相手めっちゃスキル覚えてんな。俺の最初育てたやつみたいな感じになってる。全然効いてない。そう、これが俺がやりたかった戦い方。よしよし。お、ゴーレムちゃん。さあ、あ、お互い硬いね。試合が長引きそうだけど、うちの子の方がやっぱり強いよ。さあ次は、うーん、こっちの攻撃力がちょっと足りないか。とっておき、とっておき、いけ。聞いた？聞いたっぽいね。あ、こういう長期戦になるとスキルがあるのことが生きてくる。お、見た目一緒。防御型対防御型。あ、やっぱとっておき強い。とっておきが強い。やっぱ相手みたいにたくさんスキルあっても結局なんか使うタイミングが出てこないよね。いつ使ってくれるのかがよく、あ、あ、でも相手体力低かったな。ワンチャンいけそうだったけど、あとちょっとだったもんね。うん、何回か負けたら終わりっつってたけど、まだ全然使ってるけど。うおー、負けた。じゃあちょっと引退しよう。次の子に転生しよう。俺の屍を越えていけみたいな感じで。さあ引き継いで甘える取得。甘えるはいらないね。攻撃力 HP 重視になってる。これ どういう HP はなんか上げるコスパ悪いよな。何 BGM 怖。この子の BGM ってこと。この子の BGM 怖。 HP 上げて、まあ次行こうか。次はゴーレムちゃん。そうね、分かんないな何が正解か。また HP 重視。 HP と防御がすごい上がってく。この子の BGM 怖本当に。スキル取るか。ちぎる、毒、まあ、とっておきは持っといて。罰なのは何なんだ。罰なのは何なんだ本当に。ヒント見てもわからん。で防御重視で、あ、フェアリーちゃんね。 HP と防御が高いな今回。すごい長期戦向けになりそう。じゃあまあ HP と防御上げていくか。さらにそういうスキルが欲しいな。それに合ったスキル発狂。いや、こういうのじゃなくって、あ、なるほど、このスキル使うためにスコアが必要なんだ。今だとこれだと素早さ50必要だけど、150必要だけど足りないから罰になってんだね。じゃあまあそこまで育ってあげればいいということなのか。でもな、うん、微妙だな。まあ覚えさすには覚えさすけど、発狂でいいか。取り込む回復技ね。毒を3アクション付与。取り込むか、長期戦に強いように。攻撃はそんなにいらないから、こうしてさっさと抜け出そう。 HP 重視、魅了、震える、分裂、魅了かな。長期戦に耐えられるようにしよう。こうして、素早さ重視ちゃんになっちゃった。
じゃあ次のとこ行こうか。攻撃重視か。もうこれ時間ないね。最後じゃあ使いやすい使いやすい技ない？相手の防御下げてくか。攻撃をガンガン上げて、さあどうよさあ続いて、うちの体力すごいだろ、1354よ。結構強いんじゃない？魅了、相手の攻撃が全然効いてない。よしよしよし、耐久型デカラッキー。相手も体力すごいね。スキルはでもこっちの方が多いけど、そんなの意味ねえな。素早さが速いから、相手のアタックがすごい速いの。あー、じわじわ削られてく。はい、かわいいじゃなくて、押し負けたな。シンプルに相手のスコアとか見れないんかな、スキルとか。相手も全くスキル取ってないやつか。おっそ、お互いおっそ、お互い遅くない？なんかてか私の元子も遅いのね、すごい遅い。攻撃と素早さに特化してみるか次。ちょっと超高火力型にしてみよう。もうスキルもいらない、そんな甘えたものを使うから甘えるんだよみんな。電子機器とかなんか新しいのばっか使うから。まあスキル一つぐらいあってもいいのかもしんないけど、なだらだらした試合ばっかするな耐久型同士だとすごいダラダラした試合になるな。耐久型だとスキルが使いやすくなるのかな、もしかして。こうやってスキル使う機会増えるから。すごいダラダラしてる、おっせえなんかこの勝敗だけ記録したいな。相手400か、大したことなさそうだな。攻撃力も大したことないし、これはうん、いけたいけた。スライムちゃんよう頑張った。アボリジニ行くぞ。相手めっちゃスキル覚えてんじゃん。あ、でも全然効いてないね。攻撃が足りてないんじゃない？筋肉ある？ついてる？ちゃんと筋トレしてる？さあ続いては、でも結構勝ててるな。あ、相手強い。こっちの攻撃が全然効いてないのに対して素早さと攻撃が高いな相手。じゃあ、あと次負けたらちょっと攻撃型の子に変身しよう。またこの見た目？名前は違うけど。あ、でも全然効いてない、全然効いてないよ。よし、うん、勝率ももう5割超えてきたし。またゴーレムちゃんね、スララちゃん、うん、全然全然大丈夫だけど、全然大丈夫だけど、やっぱりゆっくりなんだよな。うん、これも勝てそうかな。ダラダラした試合になるけど、やっぱり何のスキルが強いんだろう。強いスキル1個に絞った方が SP の兼ね合いからしても、 SP 今尽きてるもんね多分私。そうか、長期戦向けのキャラメイクしてるくせに SP が尽きたらスキル使えなくなるのはなんか本末転倒だね。とっておきとかで攻撃するけど、そうだな、とっておきをたくさん使いたいのにとっておきが使えない状況になっちゃってるのが。お、見た目一緒。相手は逆にスキル1個もないのか。それはそれでもったいないよね、スキル1個もないのは。せっかくの SP を全部腐らせてるっていうことになっちゃうから。そうなってくるとうん、もうお互い SP ないSP ないというかスキル使えないから、もうボコ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 と殴られてる。なんか私めっちゃ外してない？私めっちゃ外してんだけど、ミスばっか出てる。相手は相手で全然強くないしこっちは大振りの一撃で、相手はちょこ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 と削ってる。どっちが勝つんだろうダラダラと。でもこっち発狂するよ、もうそろそろ。いや、発狂できないのかSP がないから。そういうことね。あ、でも今の試合はちょっとゆっくり見るいい機会だったわ。乱撃丸ちゃん、うんうんうん、相手も強いな。こっち結構外すね、なんか攻撃を。
攻撃はなんだ、素早さで当たるか外れるか決まるんか。おお、ダラダラモード入ったな。うん、もう一回当てて、当て続ければ勝てる、当て続ければ勝てる。103、当て続けろ、体力こっちのがあるよ。当てろ当てろ当てろ、よし勝った。強いな今回の元子普通に超強いじゃん。6連勝くらいしてない今。全然負けない。ダラダラした試合はするけどダラダラした試合するし、当たるか外れるかの運ゲーだけど、あ負けた。めっちゃ地割れ打つやつみたいな戦い方してる。よし育て直そう。じゃあちょっと次は素早さ攻撃型にします。引き継いで、まあとりあえず即進化を目指して攻撃を中心に取りに行く。で攻撃重視の時はなるべくこうやって 取れるやつ取ろう。で素早さ攻撃で取って、スキルもちょっと見とこうか。魅了、ビート値の半分ダメージ増加、長い試合になってると攻撃力上がっていく感じかな。じゃあビート値のこれ取っといて、攻撃か素早さ、攻撃重視いいね。攻撃重視、ここ取りに行くか。大ぐらい HP50 回復はいらない。取り込む、取り込むあってもいいかもな。攻撃攻撃でここも取って行動回数増やして、であとはまた素早さ重視、でかいね素早さ重視出た。で、じゃあここ経由していこうか、攻撃と。で防御重視だからさっさと抜け出そう。ここは早く変身して素早さ重視、やったぜ。素早さ重視だからスキル取って、もうスキル十分かな。ちぎるあたりはあってもいいけどそれぐらいかな。で行動回数増やすのは取っとこう。でこれで次行って防御重視か。じゃあさっさと抜け出す。こんなところ、あー取れるなら取ってもいいのかこれ欲が出るな。この2つ取る、わざわざ取りに行くことじゃないけど取れるところにあるなら欲しいかも。 HP 重視いらない。じゃあもうここはさっさと抜け出します。素早さか攻撃、 HP 重視いらないな。 BGM が怖いんだよお前。ちょっと素早さか攻撃、 OK 攻撃攻撃、回数増やして攻撃攻撃、ムキムキ。スキル取ろう最後。じゃあポカポカ、素早さの 10% で5回追加攻撃。素早さ重視だから強い。素早さでもそんなにめっちゃ高いわけじゃないのか。まあいいや、ポカポカしよう。さっさと試合を決めるよ。 HP もでも781もあるんだ。アタック、震える、取り込む、ちぎる、ポカポカということで。ちぎるって何なん、俺を自分をちぎるってこと。よし可愛い子負けないぞ。パワー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 、強い、速い強いこともさることながら速い、スピード感が助かる。いけ、あ速い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 、めっちゃ、めっちゃ、でも負けない。あ強い、相手の攻撃回数すげえ速い。相手のステータス見たいな、やっぱり素早さ重視だったんかな。相手の見た目と別にステータスが比例してないからさ。おおめっちゃ強いめっちゃ強い、負ける気しないぞ。レベルが高いからかなやっぱり。次は、うわこんなにたくさんスキル覚えちゃってスキルはね4つぐらいが一番いいんだよって。わあたくさん覚えてる、うん、俺は学んだな。こんなスキルいらない、己の肉体大事なのは。でも結構ギリギリだったな。いやギリギリでも勝ちは勝ちだから、大事なのは勝つか負けるか。強い、マジで負けねえ、マジで負けねえ。なんかレーティング用意してほしいな上に上に行きたい、俺より強いやつと戦いて。スタミナ太郎、いやもう負ける気しないよ、うん全然負ける気しない。スキルゼロのやつの方がやっぱ強そうに見えるね。飾らないというか現場猫。おどうだ、あでも全然当たってない。いや相手の攻撃が遅いのか、やっぱスピード強いな。でもスキルマジでいらないかも。あでもスキル使ってる、スキル使ってる君。スキルは使うところまではいってんだ、大体1周ぐらいは使ってんだね。でもやっぱテンポ取れるのが強いな。
あれいらなかった。震えるがいらないね。ビートの数かけるみたいな、そんな長期戦全然してないし。ビートここのやつね、本当にめちゃくちゃ強い。お、見た目一緒、なめんなよ。え、強い強い強いけど、強いけど相手の体力がそんななかったのかな。相手初動早かったな。そうか、スキルたくさんあると初動が早いのか、その一面もあるのか。ここで一気に連続攻撃できるっていう。じゃあ軽く使える攻撃技、あ、相手スキルない、硬派だね。硬派だけどやっぱりそんなにだったな。うちの肉体派の何連勝してるよ今すごい強い、負けない、負け、敗北を知りたい強すぎる。攻撃型こそ正義。11ちゃんこう同じぐらい4つ。ああいいね。おい負けてくれよもう言うことなくなってきたよ俺。これスイムちゃん、スイムちゃん負ける気がせんな。もうカットしようかな、負けるまで。おー負けとる、負けた。負けるまでスクワットしてよって思ったらようやく負けた。あずさお前強えなはい、ということで、スライム娘は強くなりたいでございました。面白いなこれ、もっと強い相手と戦えるようになりたいなこれ。だからみんな強くなって、はいということで、ご視聴ありがとうございました。